それじゃあ、アイデアチャンネルです。本日の動画はこちら、キングオブレザーケア、カワオの登場です。いやー来ましたよ、カワオ。これずっと使ってみたかったんですよ。噂には聞いてたんですけど、結構有名な商品で、まあ、レザーケアしてる方とか、まあ、革製品お好きな方では結構見たことあったり、知ってる方も多いんじゃないでしょうか。このカワオなんですけど、ちょっとカンペ見ますね。日本 DIY 商品コンテスト2019新商品部門で銀賞を受賞したレザーケアアイテムのようです。今回はちょっとこのキングオブレザーケアカワオをちょっと徹底検証してみようと思います。で、使うお財布はハレルヤのキングと言ってもいいんじゃないでしょうか。このタイディ 2.0 です。このお財布を、まあ、全面カワオでちょっとケアしてみて、この状態のお財布がどうなっていくのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。まあ、ちょっとでもこうレザーケアの参考になればなと思いますので、ぜひぜひ本日も最後まで見ていってください。ではよろしくお願いします。早速この革をちょっと見ていきたいんですけど、歌い文句としては、まあ、保湿して傷不正で汚れ不正で撥水してそれが長時間続くっていうレザーケアのええとこまとめたみたいな感じです。一応こう別の画像も出しときます。こんな感じで記載されています。書いてないんですけど、まあ、さらに抗菌作用もあったり革の傷を修復するっていう効果も期待できるっていうことで、これが本当ならほんまにキングオブレザーケアやと思います。まあ、ただなんでそれができるのかっていうのをちょっと見てた時に、こう主成分がワセリンとシリコン使ってるんですね。なんでおそらくワセリンの保湿成分がしっかり皮に浸透して加湿保湿しっかりできて、でその上にシリコンの膜を作ることによってそれをしっかりキープするんじゃないかという感じで思ってて、調べてみたらやっぱその通りで、しっかりとちょっと画像を引用させてもらうんですけど、こんな感じでしっかり保湿成分を中に閉じ込めることによって長期間皮が潤ってる状態をキープするっていう効果があるようです。で皮の表面をシリコンコーティングすることで中からは保湿成分が出ないで外からも入ってこないっていうことで、そのシリコンの膜のおかげで、まあ、傷もつきにくいし、まあ、汚れも防いでくれる感じになってます。でも撥水作用も同じくシリコンがしっかりとこう膜を作って水を弾いてくれるっていう感じなんで、まあまあ確かにこの書いてることっていうのはすごく期待できるんじゃないかなと思います。であとはちょっと主成分には書いてないんですけど、銀イオンも配合されてるようなので、まあ、そのおかげで抗菌作用があったりっていうことで、なかなか至れり尽くせりなこの配合になってるんかなと思います。で、まあ、ただこれが3ヶ月から6ヶ月ぐらいだいたい続くっていう表記がされてたんですけど、いやほんまにっていうちょっと疑問はやっぱりやってみないとわからないんで、ちゃんともう塗ってみてしっかりこう手順通りにお手入れして実際どうなのかっていうのをこの後見ていこうと思います。はい、じゃあ早速タイディ 2.0 に革を塗っていきたいと思います。付属でこういったスポンジが付いてるのでこれを使って今回塗っていきます。テクスチャーはこんな感じです。見た目はレザーワックスのような感じになってます。でこれをスポンジでちょっとで見て、取った感じは結構意外と柔らかいです。ラナッパーよりもちょっと柔らかいかなっていう感じで、意外と使いやすそうな感じです。早速このタイディ 2.0 片面に塗って、片面はそのままの状態にしてちょっとビフォーアフターで見ていきたいなと思います。まあ、比較的ちょっと傷が多いこっち目に革をちょっと塗っていきたいと思います。でも塗り心地は思ったより伸びて結構塗りやすいです。はい、全面塗り終わりました。ちょっと見た目しっとりしたかなっていう色の変化が見られますね。シリコンが入ってるからか結構こう光の反射でツヤ感も出て、塗りたてでも結構綺麗な仕上がりになってます。この後いつもだったらブラッシングで仕上げるんですけど、手順通りに行くとこう余分な皮をちょっと拭き取るだけでいいらしいので、ちょっと拭き取りの方していきたいと思います。はい、拭き取り完了です。まあ特に大きな違いはないですね。で一応こっちが今皮を塗った面で、こっちが何も塗ってないブラッシングだけの面です。まあ全く同じ状態ではなかったんで、まあ比較はしづらいんですけど、色味が若干皮の方がこう濃くなってツヤ感がしっかり出てくれてる感じします。こう中に入ってるシリコンがこう皮の表面に定着するまでだいたい12時間ぐらいかかるんで、ちょっとこれ明日まで放置して、でその後にちょっと時間が経ってシリコンコーティングが定着したかなっていうところで、まあいろいろ実験していきたいと思います。はい、じゃあこちらが革を塗った面です。あれからちょっと1日置くって言ったんですけど、休みの都合でちょっと丸2日置くことになりました。2日置いた状態ではそんなに見た目変わってないですね。ちょっとこうツヤ感が落ち着いたかなっていう感じ で触ってみると若干膜1枚あるかなっていう感じの触り心地になってます。じゃあ早速もうシリコン定着したと思うんで、こっちの皮を塗って2日経った面に半分にお水塗って撥水効果試してみて、もう半分にはちょっとコーヒーぶっかけだろうかなって思ってます。まあでもこれで両方ともしっかり弾いてくれて汚れなかったらもう革をの実力ほんまやと思うんで、ちょっと実際にお財布にお水とコーヒーぶっかけて検証してみたいと思います。
はい、じゃあ早速こっちにお水、こっちにコーヒーをかけていこうと思います。じゃあまずはお水の方からいきます。さあどうなんですかね、これラナパーとか川の達人は結構弾いてくれたんですけど、川をどうなんですかね、これいきます。おー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 おおお、え、ちょっといいんじゃないですかこれ。しっかり弾いてます、しっかり弾いてます。おお、結構すごい、シリコンコーティングすごいですねこれ。ちょっとこのまま流してみますね。あ、結構さーっといく。指で軽く拭いても、お、全然跡残ってないですね。え、めちゃくちゃ綺麗。え、やば。ちょっと油断してましたね。思ったより弾きます。撥水力だけでいくと、ラナパーとか川の達人とは全然変わらないし、むしろちょっと強いんじゃないかってぐらい撥水してますね。水垂らしたとこちょっと指で触ってみても、水気がないというか、全然こう川に染み込んでるような感覚は全くないですね。え、すご。ちょっと思ったよりの撥水力ですね。さすが、まあ、王を名乗るだけあるぐらいの撥水力してます。で、まあ、次、こっちの半分に、じゃあ、コーヒー垂らしてみようと思います。まあ、さすがにでもコーヒーは弾くけど、ちょっと染みるんちゃうとは思ってます。はい、色ちゃんとついてます。これコーヒーです。ちょっと怖いなぁ。ちょっと怖いけど、でもまあ、実験なんで、いっちゃいます。ごめん、タイディ 2.0。コーヒーかけちゃいます。3、2、1。おぉ、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 おぉ。ちょっとこれ見てください。え、やば、やば、やば、ちょっと語彙力いつも通りやばい。ちょっと待って、え、これコーヒーですよ。一応ちゃんと色ついてますもんね。コーヒーですよ、これ。まあでも液体なんで、撥水するとこまではまあまあまあ、さっきの水の感じでかなと思うんですけど、この後ですよ。汚れが残ってるのか残ってないのか。どっちなんだい。ちょっとこれ拭いてみます。え、やば。え、ちょっと、え、ここですよ、コーヒー垂らしたの。ここです、ここです。え、全然汚れてへんやん。え、全然汚れてへん。え、嘘。え、ちょっと汚れて欲しかったな。ちょっと汚れて欲しかったんですけど、跡が全然残ってないですね。え、コーヒーもいけんの？こっちお水の面も、時間経っても全然水跡とか残ってなくて、こっちのコーヒーの面も、まあさすがにやっぱコーヒーの匂いはちょっと残るんですけど、それでもこのコーヒーのシミとか汚れとか全くないですね。傷はちょっとこの後爪で引っかいてみようと思うんですけど、この汚れ防ぐっていうのは、これマジですね。え、めちゃくちゃ綺麗。全然変わってへんし。撥水力と、まあ汚れに強いっていうのがこれでちょっと分かったんで、次は思い切って爪でちょっと引っかいてみようと思います。はい、じゃあ続いて思い切って傷をちょっと爪でつけようと思います。ちょっと昨日ネイルしたとこやからあんましたくないんですけど、心鬼にして傷つけてみます。で、結構思い切っていってます。で、プルアップレザーなんでどうしても傷はつきやすいんで、多少は傷もつくとは思うんですけど、ご覧の通り思い切りやってますもん。結構ガチャガチャーっとやって、プルアップレザーやったらもう傷だらけになるんですけど、この辺ちょっと跡ついてるぐらいですね。真ん中の方とかも傷は残ってるけど、普通のプルアップレザーの傷よりかは全然マシですね。多分こういうところってちょっと塗りが甘かったのか、シリコンの厚みが足りてないのかっていうぐらいだと思うんで、しっかり塗ってしまえば多分こういうのもそこまでつかないのかもしれないですね。いやー、これすごいわ。ちょっとやばいな。はい、どうでしたかね。この皮を一応丸2日置いてシリコン定着したかなっていう状態に、お水ぶっかけて、コーヒーぶっかけて、爪でガシガシ引っかいてみた結果、はい、全然綺麗です。でもこれ多分ブラッシングしたら消えるんじゃないかなと思ってます。なんでちょっとブラッシングと、あとプラップレザーの特徴で、こう指で擦ると傷が目立ちにくくなるんで、ちょっとそれ試してみようと思います。はい、じゃあいつものうまげブラシを使ってちょっと最後ブラッシングしてみます。はい、ブラッシング完了です。ちょっと止まって、消えてる。わりかしここ残ってたんですけど、え、ちゃんと消えてる。え、ちゃんと消えてる。いや、シリコンコーティングがあるから、正直それが邪魔してどうなんかなと思ったんですけど、え、すごいっす。これはちょっと思ったよりすごいですよ。はい、いかがでしたでしょうか。今回は川王の実力を徹底検証ということでお届けしました。まあこれほんまですね。これこの仕上がりとあの実験結果、いや確かにこれはキングオブレザーケアです。もうちょっとごめんなさい、疑ってごめんなさい。量に比べて若干お値段張っちゃうんで、まあ、そこがちょっと悩みどころなんですけど、でもそれを出すだけの価値はあると思います。結構いろんな革にも使えるようなので、一つあれば安心かと思います。ということで、今日の動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンぜひぜひお願いいたします。では次回の動画更新までお待ちくださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。変わることを、愛せる人を、これからも楽しませたい。